滋賀県は日本茶発祥の地と言われ、805年に延暦寺を開いた最澄が中国から持ち帰った茶の種子を比叡山麓の日吉大社あたりに撒いたのが始まりとされています。県内で作られた茶は近江の茶と称され、全国茶品評会などで上位に入選する名茶として知られています。近年は長い歴史に培われた味と香りを保つだけでなく、環境こだわり農産物として環境に配慮して作られた茶が増えています。甲賀市水口町にある茶業指導所、ここでは茶の栽培における肥料や病害虫、荒茶加工など近江の茶について多岐にわたる試験研究に取り組んでいます。普段飲まれているお茶についてどのように栽培・製造されているかが消費者にあまり知られていない中、お茶摘み体験などを通じてお茶を身近に感じ親しみを持っていただくことを目的に、毎年春のこの時期に茶業指導所を開放して参観デーを開催しています。会場にはお茶の良い香りが漂い、多くの参加者でにぎわっていました。今は茶もみを体験させていただいて、まだ出発です。まだお茶の説明をしていただいて、工場の作り方をちょっと今教わって、はい、そして今茶もみをさせていただいて。これは何をしてはるところなんですか？お茶を摘んできて、なんか乾燥させて、今はこう水分を飛ばしてる。初めて、ほらこれも。そうです、初めてです。お子さんも初めてですね。初めてお茶の木見るのも初めてだからな。近年ですね、やはり気象変動が激しいということがありまして、夏場の高温、あるいは冬場の低温、そういった気象変動の激しい中でいかに安定した技術を組み立てていくかということに近年は非常に苦労をしております。それ我々の組み立ててきた技術が農家さんに取り入れられて、それが農家さんの中で当たり前の技術のようにして取り入れていっていただいているということが我々としては非常に嬉しいところです。今までにないようなお茶、滋賀県にしかないお茶というものを近江の茶として技術開発していきたいということが我々も考えておりますし、生産者、そして茶商業者さんも皆さん望んでおられることですので、そういった特徴のあるお茶を作っていくということに力を入れていきたいというふうに思っております。